シュンピが行く気ままにゆうゆうライド。皆さんどうもシュンピです。白馬ライド4白馬おたり企画第4弾の今日は、白馬岩岳スノーフィールドに河野さんとタス君と来てます。うわーちょっと待ってください。地形が豊富なこのスキー場をこのお二人に連れてもらって紹介したいと思います。それでは行きまーす。気ままにゆうゆうライドはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回お届けする白馬岩岳スノーフィールドは自然の地形を巧みに生かした東西南北に広がる25の多彩なコースが売りで、パウダーからパークライドまで幅広いスタイルで楽しめるスキー場です。
ということでですね、今回は白馬岩岳スノーフィールドをお届けしました。この岩岳はですね、地形が豊富でフリーライド面白いしパークもあるし、雪降ったらパウダーもすごい楽しい、すげえ何でもできるところなので、皆さんもぜひ滑ってみてください。今日はありがとうございました。岩岳も面白いです。ということで今日はこの辺で、次回もどっかでゆうゆうライド準備でした。わからないですけど撮らせてください。嫌です。いやそこなんとか。嫌です。そこなんとか。今シーズン春ピーに対して一度もいいって言ったことありません。いや嫌です。それは嫌です。ダチョウクラブ方式ということで処理させてもらいます。嫌です。一度も OK を出したことありません。次回もよろしくお願いします。嫌です。